ありがとうございます。お願いします。皆さんもだいぶお酒とお腹が膨れてこういい感じになったんじゃないかと思うんですけども、あと少しお付き合いいただければと思います。ガンバという会社をやってます森田と申します。今日、短い時間ですがよろしくお願いします。で、今日ご紹介するガンバなんですけども、ですね、どちらかというとお客様はですね、割と営業系だったりとか、その開発とそのまあ例えばマーケ部隊が一緒に仕事をしているとかですね、そういった現場でお使いいただくケースがちょっと多いサービスなんですけども、少し紹介していきたいと思います。で、私たちもそうなんですが、その、まあ、営業と開発と、マーケとかですね、そういったのを、まあ、一部一体でやってますと、結構その、開発の今の状況を進捗共有したりとか、まあ、あるいは逆にその営業が今どんなことやってるんだっけっていうのをこう共有するのって結構面倒くさい作業になります。その、例えばそのタスク共有ツールみたいなもので、そのタスクの一個一個の進捗を追っかけるんじゃなくて、全体で今全体感どうなってますかみたいな話だったりとか、営業が今どんな案件をどういうふうに追っかけてるのかっていうことを共有したりとかっていうのって、その意外とその部署をまたがってると共通言語が異なってたりしますので、そこの共有が結構うまくいかないケースって一つ多いんじゃないかなと。で、例えばそういったところに対してその日報っていうやり方でコミュニケーションを取っていくのも一つありなんじゃないかなっていうのが今日ちょっと紹介したいポイントになります。でちょっとその前に、私たちの紹介なんですけども、私たちはガンバオという会社をやっています。で、まだ12年、2012年の11月にできてまだ1年と、3ヶ月か4ヶ月ぐらいの会社です。で、メンバーは、私入れて今、5、6名の体制でやってまして、ですね、でガンバ自体は提供始めてから約1年ちょっとぐらい、で今、トライアルベースで今2300社ぐらいお使いいただいていて、で去年の10月から有料バージョンを出して、そこから本格的にお使いいただいているお客様も出てきたかなというところです。なのでその本格的なその正式バージョンを出してからまだ4ヶ月ぐらい5ヶ月ぐらいかな、という、まあ、非常に歴史の浅い会社です。お使いいただいているのはですね、まあ、見ていただいて分かるんですけども、割と営業系の会社さんが多いです。で、開発で使っていただいたのは多分一部、この中に出ているのも一部のお客様になります。で、実際にじゃあ、その日報ってどういうものなんだっけということをちょっと紹介したいと思うんですけども、今、私たちの方は、パソコンだけじゃなくてスマートフォンにも全部対応していて、まあ、こういった形でどこからでも使っていただけます。で、ちょっと実際に、これで出てきますね。これが実際に私たちの方で使っている、あれ、画面なんですけども、基本的に、今日どういうことをやったのか、例えばその作業レベルで、やった、ね、作業の内容とかですね、問題点というものをこういった形でテキストで書いていただきます。で、日報ということなので、例えば、ビットバケットに今日例えばどういうコミットをしたのか、例えば開発のメンバーであれば今日どういう作業をしたのかっていうのは、こういったそのビットバケット の, そのコミットの履歴から、ちょっとなかなか書いてこないですが、報告できるようになってたりとか、ちょっと待ってくださいね。あ、こんな感じですね。今日リポジトリに対してどういうコミットをかけたのか、大体これ見ていただくと、そのどういう作業をしたのかってことが簡単に報告できたりとか、あとですね、同じく開発系のツールであれば、私たちも使ってるんですけど、そのピボタートラッカーからも、同じようにですね、どういうタスクが今日処理できたのかってことを報告できたりとか、で、例えばこれを日本に貼り付けてあげれば、こういった形で報告書が簡単に出せる。で、これは開発系の作業であればこういった形になりますし、例えばその、ちょっと酔っ払ってます、すいません。予定表から例えばこういった形で今日の予定表を引っ張ってきて、ここに例えば一言コメントを書いて共有してあげればですね、今日どんなことやったんだっけ、でどういう予定がどうなったんだっけっていうことが、チームの中で共有できるようになっているという形で、非常にライトな形で、情報共有効果ができるよっていうところのツールになっています。
で、私たちもかなりこれに関してはヘビーに、まあ、当然ですけど使ってまして、例えば開発チーム今日どういう作業をしたのかどういう問題があったのか、書いて共有してもらっていたりとか、あるいはそのマーケの担当者が今日どういう作業をしたのかというところを、共有してくれたりとか、であとこの辺このタスク、これはGoogle タスクから彼女タスクの進捗状況を共有してくれてるんですけど、今日完了したタスク、あと今後やんなきゃいけないタスク、今こういった形になってますよ、簡単にこう報告ができると、ということで、こういう形であれば、なんていうかな、部門をまたがっていても、あるいはその、レイヤーが異なっていても、現場のレベルの方と、それから、あるいはその上のマネジメントレベルの間であってもですね、簡単にその情報が共有されやすい。一つ一つの情報が一つまとまっているので、それま共有しやすいのかなというふうに思っています。で、あとここに対して、まあ、いいねっていう形で、まあ、コメント返してあげたりとか、コメントやその、フィードバックを返してあげたりとか、あと、必ずこれ誰が読んだのかっていう記録が残ってますので、例えばこの人ちゃんと読んでるんだな、あ、社長ちゃんと見てくれてるんだなっていうことが、分かるようになっています。という、まあ、非常にその、いわゆるその、SNS とかそのヤマーとかその Facebook グループプラスその、1日1回まあ状況報告をするというところに特化したツールになっています。で、まあ、日報という形を取っているので、例えば、ですね、例えばこういった形でその各メンバーの、日報の提出状況というのも分かりますので、何月何日にどんなことあいつ書いてたんだっけとか、言ったことも、ここからすぐに追っかけていくことができます。で、まあ、あと非常に細かい機能なんですけども、我々その、まあ、どうせ書くならこう楽しくやりたいなと思っていて、このいいねボタンとかはですね、例えば、何回も押せるようになっていて、今これ、モニター2回って書いてますけども、これもう1回押してあげると森田3回になります。で、何回も押してあげた方がですね、やっぱり押さえた方が面白いかなと思ってまして、そういうそのちょっとしたその言葉に表されないようなそのコミュニケーションスタイルというのをちょっとこの中で取り入れていきたいなと思っています。はい、それぐらいかな。ちょっと取りますが、で、まあ、なんでこういったことをやってるかなんですけども、基本的に例えばその開発とか、あるいはそのいろんなところでやっているその週1回のテレミーティングみたいな形ではなくて、毎日今起きていることを共有してしまうということで、そもそも週1回のテレミーティングはやんなくてもいいですよっていうことを、することで、その非常にスムーズに、あるいは今起きていることに対して素早く対応できるようになっていたりとか、あとですね、私たちもそうなんですけど、後ほど出てきますが、いろんなツール使ってるんですね。でそうするとあっちにもこっちにも情報が分散していて、でもっともっとツール、そのいろんなツールが出てくるたびに、例えばセールスフォースもあり、皆さんここで出ているようなそのヒップチャットもあり、ビットバケットあり、コンフィデンスのありとかってなってくると、やっぱり非常に情報が分散してしまうので、一つはガンバーというところに、状況を共有してまとめていくというところができるようになります。であとやっぱりその開発の部門だけ中だけじゃなくて、部門をまたがった共有っていうのはこういった形で、より取りやすくなるんじゃないかなというふうに思ってます。で、今までのその例えば、社内 SNS と例えばどう違うんですかって言った時にはですね、例えばその、こういったいろんなツールっていうのは大体その昼間の時間帯使われるんですけども、ガンバの場合だと夕方と朝、例えば出勤前に昨日の仕事をどういうふうになってたんだっけってことを、例えば部下の報告を確認したりとか、チームメンバーはどんな仕事をしたんだっけって確認して、例えばその朝の朝礼をやっていくと。で、仕事が終わったら今日の仕事を振り返って、停止して帰っていくみたいな形の使い方になっています。で、他の部門との情報共有にも非常にまあ、楽かなと思ってて、例えばこれ実際に私たちが書いたその1日のやつを切り取って持ってきたんですけども、こういったそのチャット形式でですねこう書かれると、その当事者同士のコミュニケーションというのは非常に分かりやすい。